こんにちは、縁カタローチャンネルです。演歌界のプリンス氷川きよしさん、いよいよ8月末より座長公演が始まります。前回の大人気だった恋の助が帰ってくる、笑いあり涙ありの冒険活劇。その意気込みやコロナへの対策などの裏話を氷川さんが語っています。その内容をまとめてお伝えしていきます。2020年8月28日金曜日から9月27日日曜日まで、東京明治座にて氷川きよし特別公演が上演されます。明治座での公演は2018年以来となる氷川さん。今回も舞台とコンサートの2部構成で上演され、前回好評だった恋の助に扮して愉快な仲間たちと織りなす新たな旅物語、限界突破の七変化恋の助旅日記をステージ上で繰り広げます。また第2部では人気曲から最新曲まで劇場ならではの演出で見せる氷川きよしコンサート2020 in 明治座、ヒット曲満載のコンサート、最近の演歌にとどまらずポップスやアニソンも惜しげもなく披露される模様で、老若男女問わず幅広い年齢層が楽しめる公演に仕上がっているそうです。2年ぶりの特別公演は8月8日土曜日より電話インターネットでのチケットの一般販売が開始されております。今回開催にあたり新型コロナウイルス拡大防止のため各感染対策はもちろんのこと、客席も前後左右一席ずつ間隔を空けての販売となり、限られた数のチケット販売となりますので、どうぞお早めに。座長公演について氷川さんからコメントが届いております。恋の助については前回お世話になった池田正幸先生とのやり取りが楽しくて、もっと長くやりたかったなという思いがあるんです。クールな色男からパッと変わってしなやかな女形っぽいキャラになったり、またコミカルなキャラになったりと、一色ではない多面性のある七色の恋の助を表現したいと思っています。自分の持っているキャラとしてもパッと明るく華やかなものにしたいです。第2部は氷川きよしコンサート2020 in 明治座、今年6月に初のポップスアルバムパピヨンボヘミアンラプソディを発表されたばかり。座長公演の選曲に関しては明治座ならではの特別なプログラムを予定とのこと。客席との距離が近い場所ですから、少しでもお客様に自分を身近に感じてもらえるような演出や表現を考えています。より誠実に、より練習してベストな氷川きよしを表現したいですね、と真剣に語る氷川さん。
どのような楽曲が揃うのか、とても楽しみですね。今、新型コロナウイルスの影響でいろいろな制約がありますが、そんな中、この舞台をご覧になったお客様が少しでも明るくハッピーな気持ちになってくださったらいいですね。この上演中の1ヶ月は、明治座が氷川きよしテーマパークになればいいなと思っています。コロナが騒がれている今、氷川さんの体調を心配される声も上がっており、座長公演を心配されるファンも多いと聞いた氷川さんは、明治座さんの時は逆に規則正しい生活で体調がすごくいいんです。朝7時に起きて劇場入りして、公演が20時ぐらいに終わると即帰宅して22時には寝ている、そしてまた朝7時くらいに起きるという学生生活みたいな1ヶ月なんです。ただ公演中はご飯を食べる時間があまりゆっくり取れないので自然と痩せますね。食べるのが好きなので、放っておくと余計な栄養分を取りすぎてしまうんです。だからこの1ヶ月はお豆腐とかあっさり手早く食べられるものをいただいて健康的に過ごそうとも思っています。座長公演は約1ヶ月続きますが、その1ヶ月でなんと41公演も行う氷川さん、並大抵のことでは達成することはできないほどの大仕事です。約1ヶ月も同じ場所で舞台を行うのは私にとって本当に珍しいことですが、役者の方とみんなで一緒に力を合わせて練り上げていく感じは、一人で歌を歌っている時とはまた別の刺激があり、たくさんの方に助けられ励まされ、約1ヶ月をファンの皆様、役者の皆様、そしてスタッフさんと一緒に前向きに楽しんでいきます。若い頃お芝居は緊張するばかりでしたが、経験を重ねて大好きになりました。特に恋の助物語のような笑える要素が入ったものは楽しいです。お客様の反応を見ながら、その場の空気感でアドリブを交えたりしているので、そのあたりもぜひ見ていただき、ファンの皆様には楽しんでいただきたいです。氷川きよし特別公演、皆様お待ちしております。いよいよ始まる座長公演、とても楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。